コーナー確かに今日しんどそうだ何してんねんあの頃の俺っていうすごいな懐かしいなこのストレートから急にこうなるああそんなんやったわ何何じゃないねおいあの頃っていうスタイルこれも全部揃えてるいやでもまあ上はやっぱピタティやったけどな眉毛細くできへんいいなおおめっちゃいいやんそれ誰か眉毛剃りありますあの頃っていう眉毛剃りない全剃りしようや全剃りすんの俺今日それ何コントすかいや違う中村がずっとやりたかったスタイルえ今日ちょっとこれめっちゃ好きやわヤンキーやからいやもったいないからおったもんだってあったでしょ愛媛おったいや大阪の田舎もこれトゥージャーやろトゥージャーウィルコムやウィルコムないやねんこいつちょっとこっちの方がいいわ中村なんでなえそのいやもう東京で見れへんからこんなやつ、うん、普段よりさ、うん、今の学生も懐かしいからいいとかじゃなくてこっちの方がいいいつもより、うん、今の中学生もこんなんなんですかねいやもう今はそんなやつやってへんからやっぱダサいって言われるらしいですなんかこの横ねなんかロゴ入ってるタイプの感じじゃないですかあーあったな、うん、高いねあれ今でもそうなんやちょっとずつ揃えるわアイテムチャリ乗りたいなお前タバコ吸うんでいい言うなってお おい中村中村お前何すってお前中村何すってんのお前おい今捨てたやろタバコ捨てないから捨てたやろタバコ捨てないからおい何してんねん何やねんお前何やねんお前ゼスファイブだけアクションゲームアクション、終点がアクションゲーム超楽しいそのストレスないけどそうだね全部少ないよねめっちゃくちゃお客さんいないとそのゼスファイブで次の歌って今何やねんあいつ思春期やからみんなと仲良くしてるの恥ずかしいライブ前のおい透明ピアスのキャッチ取れてるあったけどトーピのいやいや消しゴム切ってはめとけ後ろああトーピのまあいいかでリハやから今からバレ取れてる何やねんこれ自分で作ったしけもくで好きなタバコでムカつくメンソールラブ早め何してんのスパム焼いて持ってきたうんねお食えやんおうんなや先生言うぞワンドラフト聞いた新曲聞いてるわ出してへんやろワンドラフト新曲ワンドラフトの新曲聞いた出してへんやろまいったお前やめろうわこいつスパム弁当売ってるやんえっとお前撮るで、おい YouTube 撮るで、おいおいおいこうやって言ってるけど、ほんまは大ごとにならんといてくれって思ってるほんまは喧嘩ならんといてくれって思ってるやつ、うん、いつでも行くその感じ出すな、おい YouTube 撮んなおいあ、M 字番組懐かしいなおい、なんやねんそれおい、今日一日ごめんええねんもんおい、今日一日なんやねんあとこの感じの男、これ黒かピンクやから交換したごめんリアルやな、それ知るじゃあもうええて上げてこか、クオリティじゃサーフ系とか流行ったんですよね、一瞬だけマジであの一瞬だけの文化やからサーフ俺嫌い、アメカジあ、前アメカジの方かアメカジ系レゲエじゃなくてレゲエ好きなんかあのラバーバンドみたいなのありましたもん、ね、インパクトパック聴いてるヘイヘイチェックチェックガガラ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 あ、知ってんの知ってんのお前知ってるよ爆音のインパクトあとはその保証はどこにもないねん AK あ T
天井引く。6時間カラオケおりそうやな。天井引く。天井引くないやろ、別に。え、お前、オールえ、俺でカラオケ行ったりすんの？あ、全然すんで、酒飲むし。酒飲んだらあかんやろ。酒、お前いくつやねん？24。24か、ごめん。なんで今より3歳若い設定やねん。嘘やって、冗談や。年賀されるかな。じゃあお前年賀ある？年齢確認するもんある？忘れました。忘れましたちゃうそれ。顔写真付きのやつ。前買いました。じゃあ顔写真付きのやつないと入れられへん。見たらわかるやん。わかれへんもん、それ見たら。顔写真付きのやつないと入店できないです。ちょっと待って、マリカ。もしもし、マリカ。誰や？ちょっと待って。ちょっと、無料の時間。あれや、一回切るわ。一回切るわ。10分に一回切らないと、有料になっちゃうから。出えへんし、一回切るって言ったら。おい、ええって。あ、お兄ちゃん。お前お兄ちゃん。知らん。知らんぞ。おい、言うてくれてるやん、もうお兄ちゃん。誰？反抗期やな。分かったから、ほら。お兄ちゃん言うこと聞けよ、お前。お兄ちゃんじゃないから。クソ兄貴。お前、お兄ちゃんなんてこと言うんだ、お前は。黙れ、大きい声で威嚇するな。お兄ちゃんもっと怒った方がいいんじゃん。中3でこれなんかもう夜遊んでオールとかばっかり。フォロワー何？あ？フォロワー何？320人。480。だから関係ないだろ。リアルやな。マイミクは？友達多い中学生の。マイミクは？お前150。うん。うんってね。お前いくつ？160。あ、嘘つけ。え、ちなみにお兄ちゃんはいくつですか？21。あんま揉めへんけどね、その年の差やったら。クソババアと喋ってるの。お前クソババアってお前な。お母さん心配してんだぞお前。あのお前なんかバイクで来とったな。お前あのバイクで来てました。こいつ原付で来た。英語でバイクは自転車。あ、ガチャンって言ったぞ、お前。止めてくれるって言ってたな。ごめんなさい、ほんとすいません。もう、せっかいです。もうもうね。ほんとすいません、ご用意。面白い、もうこういう年で。帰るぞ、お前、俺早く。帰るから、せっかいって。あ、じゃあもう送ります、送りますわ。そしたらもう、あと僕から送るんで。いいって。絶壁あるから。絶壁すいませんね、本当に。すいません。後でお送りしますんで。1時間後ぐらいになったら、またその、連絡しますし、はい、帰ってきてなかったら。お前、マジ帰ってこいよ、お前。お母さん心配してるから。クソパパ？ふざけんの、おい。お兄ちゃんマジで消えたら怖いからな。お前、お兄ちゃん怒らすなよ。あいつ俺より喧嘩弱い。しゅんちゃんまだまだ物足りない。マジで。だってな、春にな、うん、みんなで花見した時に、花の下にな、みんなが酒持ってきた人には、俺が持ってきた。お前酒飲んだかよ。酒飲んでるやんけ、お前。違う、みんなが飲んでただけよ。お前は。バブルマン。お前、じゃあいいけど。バブルマン飲んでてる。お前、みんなが飲んでんの、お前、止めなあかんぞ。違うで、家族でやってた時やで。ソパパーと。いやー、まあ、帰り。じゃあ、ワースト貸したるから。うちワースト貸したるから、もう帰り、今日、これ貸したるから、前回。おクローズ一気に飲んだで。ワースト。喧嘩する？こんなやつおらん。充電器持ってないっすか。昔のちっちゃい USB のやつやろ。ないっすか。持ってないよ。だる。いやもう帰りや。すいません、すいません、なんかちょっと今日普通に YouTube 撮りたかったんですけど、今日なんか10年前の中村ちょっと来ちゃって、ごめんなさい、15歳の時の中村はちょっと間違ってきちゃったみたいで、ちょっとまた次の動画までにはちょっと元に戻しておきますんで、ちょっと今日はすいません。言うや。はい。本持ってるやつは、絡んで。なんでそんなに。待って。絡まんでいいですか。じゃあ俺マリカおるから。女はいらん。女絡みな。女絡みなし。まあオール BBS に帰ってきてくれたら別に。デコログの。女はマジガチで。俺一途。若旦那の歌聞いてるから。ユイが結構お前のことかっこいいっすよ。まあ、でもユイは俺妹みたいな存在。わかったよ。もう免許取ったらハイエース売ったるからお前に。え、かっこいい。え、ハイエース欲しかった。おとなしくしとけよ。え、ギャッツビー持ってない？ギャッツビー今いらんやろ。ワックスつけてんの俺。おいわ。マリカ。するくらいやって、そこである意味対決して、まだ団結するで、そこから課長不別問題に移って、北中さんとか、